雑談ミカリ。チューニングがあるか？ないのか。じゃあやりますか。ここ MC なかったってことで。よっしゃ、じゃあやろう。Yeah.
はい、ここはチューニングあるよね。 OK、ワンオクロックのコピーをします。そのままアズマと言います。略してそのアズです。よろしくお願いします。そのアズ、ありがとう。はい、そうですね、ポップン卒来始まりました。拍手ありがとうございます。こんな朝っぱらから始めてね、ほぼ演者しかいないっていう、まあ、これからどん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 誰か来てくれると思いますので、その時のためにね、熱を作っておかなければいけないということですね。やっぱね、チューニングって集中するよね。わかるわかるわかるよ。このバンドはやっぱ東くんを一番こう目立たせたいなと思って組んだバンドなんで、まあ、今日もねバチバチに目立ってほしいなっていう、うん、東くんのなんていうの、一挙手一投足っていうんですか、そういうのをちょっと逃さずに見てもらって、そう、このバンドで唯一留年するのが東くんだし、うん、最高だよね。そのまんま東です。よろしくお願いします。はぁ、あ、よーけいいか、まだだね。いいのかいいかじゃあ次の曲はあの CD の 2曲目を流してもらってもいいですか。すみません、大丈夫ですか。じゃあ行きますか。あ、お願いします。
笑ってんじゃねえぞおい。みんなわからないかもしれんけど、あの静かになったところで、ね、東くんにこう華麗にハーモニクスをね、こう決めてほしかったんだけど忘れてたらしいですよ。いやいいですね。卒業ライブ良いですね。今日もいっぱいいるけど間違えたやりなんですけど、ちょっと待ちですかね。あと2曲ほどやってお返ししますけども、まあでも次も MC あるのかな。一応チューニングが今回様々でございまして、ちなみにそこイチャイチャしてんの。ああ美味しいぞ水が。いやでもやっぱいいね、この卒業ライブでこう後輩の顔を見るのってすごいいいね。うん。言うていつも通りじゃん、その顔。その表情いつも通りじゃん。あ、ね、いつもの小原と、いつものみんながね、良いでございますよ。やりますか。よし、ちょっと気合入れていこう。あと2つ、割とみんな知ってる曲だと思うので。やろ。あずまくん頑張ってね。 OK。
ああマジでもうワンク無理だわ。年や年ああ 年々高いところがね出なくなってる気がする。フォーリミもそうだけど、このタイミングで卒業がちょうどいいかもしれない。こんなもんでしょ言うて曲って早いの。はい、ちょ僕も今スマホ持ってきた。そうだ、あの今日は実はね、そのまんまアズマがね、あのちょっとフランスと中継がつながってまして。え、やべえ。あ、もしもし、ボンジュール、ボンジュール。そっちは何時なんですか今。何時ですか今ね、3時53分。あ、ウェザームらしいっすわ。ごめん、ちょっと忘れとって電話するの。あの次最後の曲なんで、これ、あ、ビデオ通話の方がいいんじゃない。僕の顔は映したくないけど、ほら、見える。見える。はい。いらない。ほら、フランスと中継がつながってます。すごいいっぱいしている。ね。サチバーさんだ。バーさん。窓バージョンしよけ。何それ。じゃあマドンナに預けますよ。マドンナ。来てますか。最後だね。これ言い方じゃない。じゃあ、OK、OK。最後やりますか。ちょっか。もうちょっとリードを返してください。さすがっすわ、もうあの。全然変わらないんだよ。アズマさんの可愛いな。もうアズマさん気合の配慮が違うね、このバンドは。こちらの東さんへの期待度もね、もう抜群となっておりますんで、うん、よし、じゃあ最後いきますかね、いい時間だし。はい。
様でした。新しい。